マルサンホビー動画チャンネルです、えー、青島の2023年5月、6月、7月の、えー、新製品をご紹介させていただきます。まず最初にあの5月から、えー、ご紹介させていただきます。えー、とザ・スナップキット32分の1のラクプラシリーズの、えー、また新製品が出ます。こちらが、えー、2台目の、えー、スカイライン GTR の懸命リ仕様になってます。えー、ものは、えー 日産の C110 のスカイライン GTR のシルバーとホワイトとレッドが出ます。こちらの方は価格が3点とも税込み1980円になります。なお、車体の方はこちらのノーマルの車高とローダウンの車高と選べるようになっておりまして、組み立ても接着剤不要、塗装不要で手軽に作れるプラモデルになっております。次にモデルカーのシリーズで。 こちらがスポット生産品になるんですけれども、十四分の一のトヨタ SXA10 の、えー、ラブフォーの19 1994年仕様になります。こちらが、えー、価格、えー、3300円になります、税込みです。あと、こちらの、えー、スカイラインの方もスポット生産品になりまして、こちらが十四分の一の日産 BNR スカイライン GTR ニスモの S チューン仕様の、えー、2004年仕様になっております。こちら税込3300円です。 次にこちらが、えー、チューンドカーシリーズの方になります。十四分の一のマツダスピード A スペック r FD3S の RX799、えー、年仕様になっております。こちらは価格が、えー、税込3300円になっております。こちらはマツダ純正のエアロで固めたモデルになっています。次に、えー、久々のホイールの新製品になります。こちらちょっとアメリカンチックなタイプのホイールになっておりまして、えー、スケールは24分の1で、アメリカン SS の、えー、15インチで、あと 隣にありますのが円形ディッシュの15インチ。こちらの方は、えー、タイヤの方に前後ともホットロッドの、えー、タイヤがついていますで。こちらの方は、えー、とワ,ークワイヤースポークのホイールになってまして、こちらがシルバータイプと、えー、ゴールドタイプとあります。こちらはピレリの、えー、P6 タイヤの方が付属しております。価格はこれ4点とも、えー、税込1320円になります。次に、えー、とオートバイの、えー、新作になります。 こちらはええ十二分の一の、えー、川崎 ZR400C ゼファーカイの二千ええ二千二年仕様になります。こちら税込み三千三百円になります。ええー、とまあクーエンジンやキャブレターの部分なども細かく作っておりまして、リアのサスペンションなのにはあのー、金属製のスプリングなどを使っております。で次に、えー、ご紹介しますのがサンバサンダーバードシリーズで七十二分の一のジェットモグラ電動モデルになります。 こちらの方は、えっと電池とモーターを使うことによって前進後進の動きがまずします。そしてドリルの方がこちらの主なドリルの部分と先の部分がえ互い違いに回る構造になっています。あと手動式ですがこちらのえようにあのジェットモグラの方のえ土台を上げたり下げたりすることができます。あと麦球を使うことによってえランプの作業ランプも点灯することができます。 次にご紹介しますのが72分の1の航空機シリーズになりまして、こちらが、えー、3式の飛燕、えー、1型と、えー、こちらの方が、えー、5式線の2型の方になります。こちらは両方とも価格が、えー、税込み2430円になりまして、コックピット内部やあとパイロットフィギュアも、えー、再現しております、はい。次は6月になります。こちらは以前発売されておりました R34GTR にあのカスタムホイール仕様が、えー、登場します。えー ラクプラの,あのザ・スナップキット32分の1のラクプラのシリーズで、えー、日産のスカイライン GT-R の、えー、カスタムホイール仕様になっています。こちらの5本スポークのホイールがついておりまして、えー、こちら色も、えー、全部こう異なっております。まず青い方には、えー、とホワイトのホイール、えー、ブラックにはゴールドのホイールで、ホワイトにはシルバーのホイール、そして、えー、シルガンメタの方にはこちらの方は、えー、ブラックのホイールになっております。そして、えー、と組み立てた あとでもこういうふうにあのノーマル、えー、ノーマル車高とローダウン車高と,、えー、と選べるようになっておりまして、まあ、接着剤不要で、えー、塗装も不要で、ここまで再現できる、えー、プラモデルシリーズになっております。次にご紹介しますのが、ザ・チューンドカーシリーズの、えー、モデルで、24分の 1DAD のステップワゴン2001年モデルになります。こちら税込み3300円になっておりまして、このフロントバンパーやサイドステップなどの、えー、こうエアロパーツとかが付いているものになっています。 次にご紹介しますのが、えー、24分の1のワークスの高、えー、シリーズになります。こちらは、あのー、すごく前にあの出てまして、非常に懐かしいモデルのを、さらにこうリニューアルしてあの発売になっております。こちらの方は、えーと、まず、ワークスチェイサーと、えー、ワークス、えー、グランテマーク2になります。えー、リアソトにあるように、すごい大きな、えー、スポイラーと、えー、このオーバーフェンダー、あとリアウィング。 あと14インチのホイールとスリックタイヤが付属しています。次にご紹介しますのはバイクのシリーズで絶つのカスタム仕様になります。こちらの方は12分の1川崎絶 750SR あ RS73 年のカスタムモデルになります。まあダイガムタイプのホイールやロッキードタイプのディスクキャリバー、あと集合管マフラーやバックステップ、あと角型の スイングアームなどが付いたモデルになっております。こちらは税込3300円になります。次にご紹介しますのが、ムービーメカシリーズで、えー、とこちらが、ナイイトライダー24分の1ナイ,ライナイトライダー2000キットの、えー、キットになるんですけども、これにはあのスキャナー音と、あとここの前のフラッシャーがこう動くギミックが入っておりまして、えー、ちょっとこの写真ではあのー、再現されてないんですけども、外付けのスイッチによって、えー、このスキャナーを動かしたり、えー 5種類のサウンドを楽しむことができるようになっておりますこちらは税込み5940円になっております今度はあの7月のご紹介になりますこちらザバイクシリーズの新製品になります k z ロの精密モデルが登場になります1分の1スケールホンダ CB750 ドリーム CB7504 の69年仕様になりますこちら本体価格税込み4400円になります エンジンの,この細いスリットなどを、えー、綺麗に再現しており、リアサスにはあの金属製のスプリングを使っています。あと、えー、同時にあのこちらの対応したディテールアップパーツセットも出ます。こちらは、えー、価格税込み3080円になります。次にご紹介しますのが、三32分の1のスケールのザ・スナップキットシリーズ、ラクプラの、えー、R32GTR のカスタムホイール仕様になります。こちらの方も、えー、色によってホイールのカラーも変わっておりますので、 このガンメタの方にはブロンズ、ホワイトの方にはガンメタ、えー、ブラックの方にはシルバー、でシルバーの、えー、ものにはホワイトがついております。そして組み立てた後も車高がノーマルとローダウンと選択できるようになっておりまして、まあ、塗装不要、えー、接着剤不要で組み立てられる非常に手軽な、えー、プラモデルになっております。こちら4点とも価格が税込み2090円になります。次に、えー、ご紹介しますのがザ・モデルカーシリーズになります。こちらは1 24分の1スケール、トヨタ UZS、こちらが24分の1のトヨタのクラウンマジェスタ06になります。こちらは4代目の2006年式の後期型を再現したモデルになっております。で次にご紹介しますのが、ザ・チューンドカーのシリーズになります。でこちらの方がえっ、ー、が、まずクラウンの89年ブリスタースタイルになります。でこちらが税込み3740円です。 で、えー、こちらの隣にあるのは、あのセフィーロ91年のエアロカスタムになります。こちらは、えー、税込み3080円になります。こちらは、あのここのところにブリスターエアロが付いたりとか、18分の1のケイニッシーのホイールが付いております。で、スカイラインの方は、まあ、オリジナルのフロントバンパー、オリジナルの、えー、サイドステップなどが付いた仕様になっております。これで以上です。またこのようなあのメーカーの新製品の案内が来ましたら、ご案内していきますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。